はい、どうもテッシーです。独眼竜政宗やっていきます。もうシュミレーションゲーム中のシュミレーションゲーム、自分の領土を成長させて敵の領土に乗り込んでいくね、まあ、スマホアプリとかである、ね、普通にあるゲームの、まあ、元祖ですね。で、舞台、まあ、背景、舞台背景としては独眼竜政宗、まあ、伊達政宗が東北地方奥州ですかね、まあ、それを制覇していく内容となってます。で、こんな風にね、戦闘もこれ自分で動かす感じなので面白いんですよね。配置変更とかもね、もう確かできるんで、自分の好みのスタイルでやっていけるというね、まあ楽しく面白いゲームとなっております。まあ、早速やっていきましょう。おお、初陣の章、激闘の章、もう完全初陣でいきましょう。てててててんと、はいはい、皆さんこんにちは。これから始まるこのゲームは、あの独眼竜政宗が王です、王統一を目指して頭と金と力を使う実にワンダフルなゲームです。君も参加して政宗と一緒に天下の殿様になろう。ゲームスタートという感じで、こんな感じでコマンド選んでくださいというね、もう放置もうされるというスタイルです。で、小十郎、これ伊達家に仕えた人ですかね。はい、小十郎ですと。はい、で、18歳、左上ですね、18歳、春政宗、顔ですよ顔、18歳ですか。なんだろう、もうバッキバキに油乗ってる30代セールスマンの顔してますね、これ。結果にスーパーコミットしますみたいなね。おほれほれ、殿早くご命令を、あ、すいません。ということで、まあ、コマンド見ていきましょう。このクワが多分石高40万石ってなってると思うんですけど、それを上げると。これがなんすかね、これちょっとわかんないですね。なんか占いっぽい感じがするな、どっかで見たな。なんか卵をなんかやる感じの人が持ってたな、これな。で、これがなんだ、市内か、これが多分兵力アップかな。で、これがなんすかね、これなんすか、忍者スパイを送り込む、そんな感じですかね。で、これが多分セーブだと思います。これは防御、まあ、これとこれが多分セットみたいな感じで、これが多分道具屋、商人ですね、よろず屋です。で、これが多分偵察だと思います。まあ、偵察ちょっと見てみましょうか。小十郎、他の国の様子を見てみることにしようと。それは良いお考えでして、どの国をご覧になりますかと。で、これですね、この今伊達っていう白黒になってる、なぜ白黒か分かんないけど、あ、まあ政宗本陣というのがあって、これですね、もう最上とか武藤、小野寺、大崎、国分太一、相馬、畠山とか、まあ芦名ですよね、まあ芦名が一番あれかな、うん、芦名、田村、二階堂、佐竹、これを全部、敵国を全部倒していく、領土を奪っていくというゲームになってます。星は何ですかね、これ隣接しているっていうことか。そうですね、隣接じゃないと多分いけないのかもしれない。まあ、ちょっとコマンドをとりあえずキャンセルして、一回動かすと多分季節がもう変わっちゃうんですよね。なので、これね、やっぱりね、石高なんです、45万石。これ米、石高を上げると取れ高が多分上がると。その下、米1万2000ってありますよね。米を売って金を手に入れて、その金で兵力を増強っていうね、そういう流れとなっておりますので、とりあえずね、これ石高をね上げていきますと。小十郎、農地が足りぬ、開墾をいたせと。とりあえずね、このね、あ、
との王戦を通り金、あ、開墾するのに金もかかると、まあ、900全然余裕ですね。いやいや、お殿様のためならわしら一生懸命のうちさ開墾するだよ、任してけれと。殿、伊達家は50万でちょっと上がると、ほら取れ高もちょっと上がりましたでしょ。でこれをね、最初少しずつやっていくと、まあまあまあいいのかなと。時の経つのは早いもんですねと。1コマンドのでもう1シーズンだとなかなかですよねこれ。台風、あーはいはい、お前の領地をめちゃめちゃにしてやる、ビュー、台風で石高が下がってしまいましたと。下がる、え、石高今5上げた番でもうマイナス10って。いや顔も結構表情変わるんすね、面白いっすね。っていうなんか桃太郎電鉄的な、桃鉄的なね、マイナスイベントもあると。ちょっと待って、これちょっととりあえず見ていい？とりあえず、ね、アシナはね多分最後だと思うんですよね。とのなかなか手強いです。ほら見てください、石高100万石、あーで旗なんですかね、旗、あ、そうかそうか、あ、でもなんか配置みたいなのなかったっけ、敵と戦う、まあいいや、そうそう、まあまあ全部見ていきます。見るだけはただか、シーズン動かないですね。で多分隣とかはね弱いんですよ、まあ55同じぐらい、結構やりますなと。まあでも兵士がさ、このなんか旗とか牙とか、なんだこれ、あー鉄砲か、鉄砲と歩兵ですかね、これがね結構いるので、まずそこ、まあ、もうちょっと強くなると、畠山から落としていくのかな。いや強い、圧巻兵してますよ、相当強いですぞと。あーここ弱いっすね、同じぐらい、ここをまず落とそうと、そういう感じですね。で石高いきなりマイナスから始まってるんで、これきついと。であと相場ってのがありますね、米が 2.0 なので、米を取って相場が高い時に売ると有利っていうことですね。あと畠牙鉄砲っていうのがあるんで、まあでもね、とりあえずはねこれなんですよ農地800、あーなるほど、石高が他国が戦略中ですと、伊達は開墾して石高を上げにかかってるのかと。おースパイされてる、スパイされてる。低いと多分金があんまかかんないと。いやもうこれ、これもうこっちですよ、もうガンガンに、もうガンガンにここ上げていきますから。はい、もう18歳、若いうちはもう下積みで、もう下積みですよこれ。で米もちょっとずつ増えてるじゃないですか、金は減ってるんですけど、まあ、1.9 か、1. ひでり、食べるもの全部枯れさせてやろうかと。作物が枯れ収穫率が下がりましたと。あ、そんなのもあるんですね。いやーちょっと、まあ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 、いいっすいいっす。100万石でしょ、とりあえず加賀100万石、あーいかねえな、金がちょっと、で米安い、大雪、これ取れ高減るみたいな、出兵ができない、なるほど、そういうのもあると。商人を呼んでまいれと。マジか、ちょ、じゃあ他の見てみます。これ最近兵士たちがたるんでおる、訓練させろと。殿の名に恥じぬ兵にいたしますと。もう特訓だ、ガンガン鍛えて強くなるぞ、ダーと。訓練度は40になり、弾は2になりました。40がどのぐらいの強さかよくわかんないですけど、いや米の相場クソ下がってないっすか。ちょ、とりあえず商人呼んで、これはお殿様、今日はどんな御用でしょうかと。売る、米安い、基本は米を売るんすよ。
これ2万ぐらい打っては金が増えるでしょう。大丈夫。これで資金を増やしていくと、もう3年経っちゃいましたね、これ。100万石あれば、そこそこ、わ、取れ高1万、うわ、すごい。オッケー。で、出兵できないと。で、商人も来れないと。で、これ、もう一季節や、待ってみますか。秋、ちょ待って、米減ったぞ。ん？米が5000減ったな。え、どういうことだ？米減るんか？え、ちょ待って。え？秋になると多分取れ高の分が米プラスされるんですよね。だから多分1万8000ぐらいになると思うんですよ。はい、こんな感じで。OK、OK。米の相場がすげえ下がってんな、これ。どういうことだと。まあ、115万石あれば、まあ、いけるんじゃねえかと。で、他国見てみますか。他国、どこ、畠山？違う。相馬が弱いんでしたっけ？あれ？違う。あれ？国部？あ、ここが、43、一番上の43っていうのが、あれか、武力か。私の国が40っていうとこでしたよね。多分これ一回、待って。じゃあこれが軍事に関して命令するぞと。あ、平圧ね。なるほど。あ、そうか。これ米、あれ、ちょ、待って。移動、送る国なんかな。移動は、ちょ、待って、出兵、どこの国と戦う？いや、待て。え、いけるんこれ。てか、今の状態教えてよ。あ、なるほど。あれ、ちょ待って、キャンセルっていうのがないけど、ちょ待て。B 押せば多分大丈夫と。仙台。今、旗が20、騎馬が32、鉄砲38、兵士、歩兵が36で、一番下は合計。まあ、なるほど。米が減ると、この分。そういう感じですね。なので、ちょっと勝てねえんでしょ。まだ。ちょっと待って。なんかこれさ、隊列みたいのなかったっけ？ここか。隊列で、はい、出ました。今この隊列だと。で、まあ、ゲームね、これ知ってる方はちょっと回りくどいよと、もう説明知ってるから早く進めろって思ってるかもしれませんけれども、ちょっとね、まあ、自分の復習も兼ねて、丁寧にやらせていただいているので、まあ、いつものように、温かい目で見守ってくださいと。で、こう、今これですね。右上、鉄砲で、歩兵、騎馬。で、後ろに、旗持ちですね。で、この旗持ちがやられちゃうと、他の兵が残ってても多分負けっていう戦闘なので、まあこの3つ後ろに配置するのがまあベターですよね。ベターというか、まあ後ろ配置するのが普通で、この配置しちゃうとね、これ配置する側がアホっていうね、特にこのよくわかんないこれね、なんていうか、まあ、そうね、一郎にトランペット持たしちゃうみたいなね、これはおかしいっていうね。だ、騎馬が結構強い、接近戦に強いと。鉄砲は遠距離戦が強いというね。だ、鉄砲も後ろの方がいいんだよ。まあこれが無難ですかね。はい、と。うん。で、歩兵はね、本当に足止め。気になるな。忍者を送り込めと。高い。あ、でもやってみようか、一回。どの国に対して、ちょっと、国分、仙台でしたっけ、ここ。忍びの者が成功を収め、敵の足軽隊を減らしてきました。ああ、そんなことできる。Oh, you crazy。どういう感じ？どういう。
殿、訓練をやらないから訓練度が落ちたじゃないですかと。落ちる。おお、ゼロになってる。これ勝てるだろう。これ勝てるんじゃないですかね。でもちょっと武力がな、武力がやばいんで、たるんでるともう言われたからやるって。うわ、めっちゃ下がってる。ちょっとやめて。訓練したからといってうちに勝てると思わん方がいいですよと。やかましい、やかましいわ。やぶさめ、あ、やぶさめ、え、そんなんある。やぶさめの説明をしましょう。 A ボタンは矢を放ち、 B ボタンはジャンプします。ほう。カーソルキーは馬の位置を変えたりスピードを変えたりします。規定時間内に規定個数よりも多く撃ち落としてくださいと。画面が切り替わったら A ボタンを押してくださいね。レッツトライ。あ、は、な、あ、早い。ちょっと、なんか今数字出てた。あ、こんな感じ。やぶさめ、やぶはどこにいるの。あった。あ、いや、違う、早い。ちょっと意外に、うい。イノシ、これジャンプか。え、これむずい。あ、そうでもねえな。あ、これで上下とかもできると。はあ、はあ、はあ。いや、意外に、右でスピードアップ。これね。いや、なんか、早打ちになっちゃう。いや、全然じゃん。いや。いや、ちょ、慣れれば、訓練の結果って言われても、やめてくれ。忍者。ドロロンパ。これ敵が送り込んできたと。送られてきました。安心してください。忍者を我々の手で落としましたと。うん、でかした。何事も起こらなくて済んだようだな。よかった。怖。これやばくないっすか。あー、ちょっとずつ戻ってきたな。で、これ今訓練してるんでどんどん上がってると。で、その間に取れ高が高いとその分もらえるからっていうね、秋になるとね。とりあえずこれ50。やぶさめ、ちょっと待って、最初の説明さ消えちゃったから、ちょっと待って。あれイノシシかな。イノシシ2点、的が1点、訓練度2上げる、時間24、得点7。むずくないっすか。7個当てろってこと。時間24。あ、だからスピード。すげえむずくないこれ。超むずいっすわ、これ。だ、右押しながら、かわしながら、当てつつジャンプするみたいな。うわ。これね、気持ち遅めでいいのかな、もしかすると。うっす、くっそ。気持ち遅めで。あー、これ。あー、でも。いやあ、やぶさめやめて、やぶさめやめてくれ。訓練したけど強くなってねえのよ。これで確実に一個ずつ上がってほしいわ。いや、ちょっと、50ぐらいまで上げるわ。でもやぶさめで、これめちゃめちゃ上手い人さ、動画とか上げてんだろうね。この時間18秒で6上げました、イノシシ弾全部当ててます動画みたいな作りたいな、そういうの。絶対無理っすわこれ。よし、イノシシはね無理っすわこれ。間違えた。くっそ、もうちょっと遅くてもいいのか。7点いけますかこれ。いやー、やばい。あー、でも忍者の確率はミステイクねみたいな。米がどんどん45。日照りで米がなくなるんかな。やぶさめはランダムで来る。ちょっと待って、2上げる、時間28、得点8。なんかどんどん難くなってないこれ。
どんどん難しくなってないですか。もうちょっと遅くてもいいのかな。下に行って、うわぁ。おいーす、ういーす。いや、今のうまい、今のうまい。全然強い。ちょっと。ゆっくりやろうか。今度。今度来たらゆっくりやろうか。やばいね。もう25歳。もう10年経っちゃうよ、これ。10年経っちゃいますよ、と。ゆっくり行こう。時間かかってもいいから、とりあえず当てることを目標にしようか。これ下、一番下まで行って、逆にゆっくりだと、なるほどね。当たるけど、当たんねえんかい。これね、はい。これ難しいというかね、弾見、的見えるじゃないですか。的見えた瞬間に、もうA 押しちゃうんですよ、反射的に。まあ言い訳なんですけど、自信だと。はぁ、ちょ、待て。え、ちょ待て。なんか言ってたな。ちょ、国分とりあえず届く。ああ、まだ大丈夫。ちょっとずつ強くなってんな、敵もちょっとずつ強くなってると。まあまあ、でも戦いましょうか、とりあえず一回。いや、でもちょっと待って、ヘリ集めってのがあったな。商人呼んで売る、米が結構高くなってるんで3万。そんなに引き取れない。え、どういうこと。2万はどう。あ、いった。で、買う旗、牙、鉄砲がね、やっぱり350、50、牙、50。やー、高え、やべ、結構買っちゃったな。高えな、これ。10で5000か。20、いや、高えな、結構。大丈夫。終わると。商人を呼んだぞ。一体何の取引をしたんだと。いや、戦闘よ。まあ、戦闘行きましょうと。出兵じゃと。国分太一落とす。いやー、まあ、いけるでしょ。以下ほど。いや、全部。はい、お待たせしました。用意はいいかと。戦闘ですと。で、一個一個ね、確か動かしていくんで、足軽か。これが、一歩動いて攻撃っていう感じなんですよね。これ、まずいっすね。一旦下がるか。うわー、なん、ちょっと待て。やばい。いや、でも旗落とせばいいから、こうして、あ、牙2個動けんだ、これ。これで攻撃だと。ここいるとやばいんで。はい。くっ。いや、でも牙こっち言って、下に数字あるじゃないですか。上っていうか、見た目以上に、まだ数いるから、大丈夫。ほら、めっちゃもう、はい、ゼロ、鉄砲、勝った。これ、勝ちましたね、これ。で、これで足軽、もう攻撃するしかないですね、これ。鉄砲撃ちますか、これ。でも、これで、あ、ここで撃てばいいんか。いや、もう、
本陣ですわ。本陣狙うわ。来てるわ。舐めてるな。あいつ舐めてるな。うん、で、これ、撃ちますと。おいおいおいと。やばい。壁、足軽やべえな。足軽防御ゼロっすね、これ。これやばくねえっすか。これやばいっすね、これ。これやばいっすよ、これ。右。これやべえね、これ。基本、牙とかで倒すのか、これは。やばいやばいやばい。いや、全然減らない。ちょ、待て。当たれ当たれ。よしよし。向こうにも当たってる。オッケー。うん、こんな感じ。こんな感じですと。これいける？あ、戦え。一応、旗も戦えると。あっぶ。すっ。あー、上向いちゃって右攻撃はできない、みたいな感じですね、これ。あー、よかったー。勝ったー。右行ってからすぐ A を押すと多分弾が出る、そんな仕組みです。 OK、 俺様の勝ちだ。思い知ったかと。で、忍者が送られてきました。鉄砲隊、マジか。大崎だと。ちょ待て、大崎この野郎強い。いや、でも鉄砲と牙が多いっすね。ただ今見ましたですかね、ここが取れたんで、ここが取れたんで大崎も行けるっちゃいける。まあ移動、ここに移動してって感じだと思うんですけどね。これさ、国高30万って弱いな。もうここにいた方がいいっすわね。商人来れる？あ、来れますね。売る。米がかなり高くなってる。まあ、15,000ぐらい。18,000かな。よし。ちょっと待って、鉄砲隊買おうぜ。いや、牙かな。牙がね、結構強い。2、7、14。速い牙が。やっぱり移動力よね。シミュレーション RPG や。他、鉄砲隊減らされたっつってたから、鉄砲隊もちょっと、100はダメか。70ぐらい、いっとく？で、あ、そう。兵集めで、あれか。いけるのかな？兵集めってところで、これが足軽かな？ 100。 いや、金ねえし。いや、もう金全部突っ込もう。よし。今70つったな、今。64しか出してないのに。70つって。まあ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 。いや、でもこれかなり強いっすよ、もう。隣、畠山いけるんじゃないですか。うちの方が強いですよ。うわー、もうがっかりしちゃってるわ。70万石だと。いや、でも上、最上は？あ、ダメだ、最上ダメだ。結構やりますなって。相当強いですよが、変わりましたね。あ、でも、畠山、相馬は、同じぐらい。ここ行きてえなー。いや、でもこっち、まあ、ここ右から行くか。あー、結構いい時間となってまいりましたと。はい、では次回ですね、畠山を落としたいと思います。テッシーでした。失礼いたします。